今ない〇〇を妄想する M8 ショータイム、ショータイム二等兵の友人屋でございます。 P 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ4編、夢見る人、夢見る人、夢見る人、うん、個性を求める人、うん、これもあの人気の人気のあるというか、はいはい、よく自己診断でなりがちな、うんうんうん、でもそれはまあ個性がある人っていうのが自分の中でいいなって思ってるとか、まあ、だいたい個性があるっていいなって思うじゃないですか。思いますよね、はい、なのでちょっと特別な存在って憧れますもんね。憧れるので、はい、まあ、そうなる人が多い。あの自己診断で答えていくと4になる、うんうん、なったことあります？あります、あります。僕もあります、うん、6のくせに、タイプ6のくせにあ、なったことあるんですよ、うんうん、でタイプ4の、特徴というのがこちらの、あのまたいつものように、うん、エニアグラムあなたを知る9つのタイプを元にやっているんですけども、自らを他の人たちと全く異なる人間とみなすことによって、うん、アイデンティティを維持している、うんうん、これもあのタイプ4はフィーリングタイプ、うん、なので、まあ、他のタイプ2、タイプ3と同じように、うん、人からどう見られるかそうですねっていうのを、うん、が大切、うん、でなのでこの人とは違うで特別な存在って見られたい、見られたい、うん、なのでその特徴としては、うん、感性が鋭い、うんうん、美意識が高い、うん、創造的、うん、個性的、うん、基地に富む、うん、もう何ていうのかっこいい、もう毎回僕かっこいいしか言ってないんですけど、まあ、あのよく芸能人で言われるのが、うん、例えばの沢田研二さんとか、うんうん、三輪明宏さんとか、うんうん、もうパッと見ちょっとなんか独特の独特な感じがし、あ、空気ありますよね、うん、あと壇蜜さんとかがよくタイプ4だと言われています、うんうん、なんか周りにいます？周りに思い起こすといました。あの、うん、反応で有利タイプなので、うん、多分その出しゃばる感じではないんですよね。有利なんで反応してても心の中でこうずっと一人になって反応してる。なるほど、うん、からそう感極まって気づいたら泣いてるとか、ほろほろほろって隅っこの方で、隅っこの方でっていう感じですよね。なので目立たない。なんでその会社の飲み会とか、うん、まあ、会社、まあ、クラスとかでもそうなんですけど、うん、あまりその目立つタイプではない、うん、はい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 って、まあ、全然目立たない、我が我がってくる感じではない。こう一人でこう黙々と食べてるとか飲んでるとか、まあ、そういう感じ。多分有利の人はどのタイプもそういうふうには見えたりはするとは思うんですけどね。でもこのタイプ4の人は有利でありながら、うん、美意識、うん、感性が鋭いって感じなので、うん、格好がすごい、あの先進のなんかファッショナブルだったり、あ、そうそう、だからなんかこう独特のひらひらのついたスカート履いてたりそう、なんかこう美意識が高いというとおしゃれな人ってイメージだけど、はい、多分おしゃれな人のイメージでいくとタイプ3の方が強い。あの空気の時代の流れを読んで、時代の流れを読んでこうモデルさんが着てそうなピシッとしたのを着てたりとか、で誰が見てもかっこいいと、誰が見てもかっこいいと思うよ、成功してると思われるような格好をしている、うん、そうそうそう、誰が見てもこう、あ、それすごいいい服だねって思うような太くは多分3の人で、4の人は他の人が着ないような服を着てる。なんでとてもかっこいいハイセンスなものから、うんうん、超そのマニアックな、マニアックなこうちょっと理解できないような格好をしてたりとかすることも多いので、なんかどっちを受け入れられるかられないかっていう話なんで、はい、なんでその個性を、まあ、人からどう見られるか、うん、人からどう見られるかで彼らは特別でありたいと思ってる、うん、そうそうそう、だからその服装も私おしゃれでしょっていうよりは特別でしょって思われたい、個性的、他の人が着ないよねそういう服みたいな。だからおしゃれでしょって言われなくてもいいんですよね、きっと。あ、個性的って言われれば多分それで満足なんですよ。なるほど、うん、だからちょっといまいちだなって思ってもそれはそれでこう、まあ、人と違う、人と違うっていうのでちょっと嬉しかったりとか。なるほど、うん、っていうこのタイプ4、タイプ4なんでウィングとしては3、うん、3で3の方に触れると社会性が入りますと、うんうん、なのでその、まあ、創造性プラス野心っていうことであったり、そうそう、
あの何かを達成したいっていう欲求が出てくる、うん、なのでそのただなので3が入ってくるので、うん、悪趣味を避ける傾向があるみたいです。なんでその社会的なのは若干判断できる、うん、で、まあ、かといえばその成功と同時にユニークを望むっていうのがあって、うん、私これ書きながらなんかちょっと GACKT さんとかって思いながらなんとなく、まあ、そう分からないですけどね。分からないですよね、はい、なんか GACKT ももしあの GACKT が全部計算であれば、はい、多分3なんですよ。そうですよね、はあ、3の人は計算してこういうふうにすればこういうふうに見られてこういうふうに成功できるみたいなことを思って行動するので多分3なんですよね。あと私はちょっと違ったかもしれません、うん、いや確かにだけど、まあ、それがこう素でいくと多分4。なるほど、うん、素でいった結果そうなってるみたいな感じだと、まあ、4でウィングが3の可能性があるのかなっていう、はいはい、で4の5でいうと、5の何ていうの学術的探求心っていうんでしょうか、うんうん、が入ってきますので、うん、極めて創造的ですとか、うんうん、もう感情豊かで独創的、うんうん、もう独創の方に触れるんですね。そう 5も独創的じゃないですか、まあ、まあ言葉悪いですけど奇妙奇天な感じは、うんうんうん、そこにこうはまり込んで、はい、こう集中して熱中してやっていくみたいな、そう知識を突き詰めるっていう、突き詰めるでそこにこう4がそっちに寄っていくんでより4の際立ったところがより際立っていくみたいな、はい、でその風変わりな自己表現とか、うん、かかりながらも、まあ、慣習や権威に挑戦的っていう特徴がありまして、うんでまあ、先ほど隊長と話をしているときに、うん、例えばあの元ブルーハーツ、うん、今でいうとハイローズのヒロトさんとかも確かに、うんまあ、この空気感はありますよね。そうそうそう、なんか歌ってる場面でいくと すごいじゃないですか、はい、独創的でパワフルで、はい、だけどこうインタビューとかになるとなんかもうよく急にね急によくもう分かんないみたいな、ただもともとめちゃめちゃ頭いい人ですからね、うんうんはい、でだから知識はあるにしてもそうやって出せない、あそういうインタビューとかではこう自己表現がみたいな、なるほど、うん、確かに。あとはその、まあ、下田景樹さんとか、まあ、今ちょっと若い方は、うん、あのご存知ないかもしれないんですけども、うんうん、いつもなんか女性もののタイツ履いたりとか、そうそうそう、髪の毛が緑色とかピンク色とかっていう作家さんがいるんですけども、うん、その人はもう4っぽいですよ ね、うん、あとはまあ壇蜜さんとかもよく4と言われます、うんうん、はい、そう、まあ、壇蜜さんはちょっと微妙なラインかなとは思いますけどね、はい、分かんないです、まあ、海外で言うと、ボブ・ディランとか、うんうん、ジョニー・デップとかもタイプ4だと言われます、うんうん、極めて成功すると感性が鋭くてっていうことですね、うんうん、ただこの囚われが妬みっていうのがあります、うん、この妬みっていうのがちょっと分かりにくいんですけども、うん、こういうものの本によると、うん、彼女ら彼ら彼女らはですね、うん、過去に自分が傷を負った、うん、実際に傷を負ったか勝手にそう思ってるだけかっていうのは置いておいて、傷を負ったと思っているので自分は他の誰とも違うっていう、他の誰とも違って特別な存在っていう、ちょっと悲劇のヒロイン、悲劇のヒロイン、悲劇のヒーロー、悲劇のヒロインに自分をそういう地位にしてですね、あの他の人たちを妬んでるんです。彼らはみんな持ってる、僕は持ってないで、うん、っていうのはその、こういうまあものの本によるとですね、うん、ちっちゃい時に、うん、要は例えば私が生まれました、うん、その両親は僕のことを見てくれるはずって思ってるところに、うん、パッて妹とか弟ができると、うん、両親の目はそっち向きますよね、うん、なので誰も見てくれないっていう、うん、その親とうまく、うん、ミラーリングっていうらしいんですけども、うん、親の反応を見ることで自分がどんな存在かっていうのを知ることができなかった、うんまあ、でもらしいです。4だからですよねきっと。あ、そうなんですだからそれをそう勝手に思ってるっていうことかもしれません。兄弟のいる、例えば僕も長なんですけど、はい、弟がいるけど、はい、そんなことを思ったことは一度もない。そうなんですなんでもう僕は悲劇のヒーロー、うん、ヒロインって思って周りを妬んでる、うんうん、そうだから
多分そういうところがすごい気になるんですよね、はい、だからもう本当に赤ちゃんじゃないか、弟とか妹が生まれてるんで、はい、もう小さい頃から弟妹にこう親が行くと私のことは見られてない、見られてないって感じてしまう感性を持っていたり、はい、で、うん、私はと特別、うん、もしかしたら親は、うん、違うのかもしれないとかって勝手に思ってるようです。そう、はい、拾われた子じゃない、拾われた子じゃないかって。なんでよくロストチャイルド、うん、その永遠の子供みたいなことが書かれています、うんうん、で常に自分探しをしている、うんうん、ので多分常に自分を見てるんですよね、きっと視点が全部自分に向いてる。あ、なるほど、なるほど、うん、なんで有利なので、うん、その目立っては来ないんだけども、うんうん、スポットライトは当たってるんですね。スポットライトは自分にそう、自分にスポットライト当たって、しかもそれがこう悲観的に当たってたりする。なるほど、影があるんですね、自分の感覚でね、はい、そう、なんかこう話をするとすっごいネガティブだったりとか。なるほど、うん、悲劇のヒロインを演じてる感じが、なるほど、自分なんて全然ダメみたいなことを思ってたり。なるほど、まあ、それが妬みって話ですよね。そうですね、うん、なのでこの分裂の方向に落ちていくと、うん、タイプ2のマイナス目、もともとが反応タイプなので、うん、急に泣き出したりとか、うん、自分の存在の大きさを訴え始めるとか、うん、急に依存的になってこびてくるとか、うん、個性的な特別な存在なのに急にこびてくるみたいなところが出てくる、うんうんうん、のでそれを知った上で手放すと、この統合の方向がタイプ1のプラス面なので、うんうん、リア、超リアル、現実、超リアルの人ですからね、はい、で超夢の中の世界の人が架空の、はい、物語のストーリーの人がリアルに目覚めて、うん、ちゃんと人や仕事との関わりを通じて、うん、自分の感性、うん、美意識とかを表現できるようになる、うん、なんかここでこう作り上げたものを世に出せるみたいなところですね、はい、きっと。で本当にこう世に出して認められていくみたいなのがこっちの統合の方向、はい、だからそれまで引きこもって何か制作とかしてたのをこうちょっとこれをいろんな人に見てもらうためにはどうしたらいいのかって考えて計画立てて、計画、ああ4っぽくない4っぽくない、はい、でするとこう自分の個性が認められちゃうみたいなとこですよね。なるほど、うん、だから芸術家とかで認められてる人はもうこういう方に進んでるんじゃないかなっていう。でゴッホとかはよく4って言われるんですけども、うんうん、先ほどあの隊長が話したエピソードが、その耳を、自画像、自画像で耳を切って包帯を巻いた自画像を描くみたいな、うん、っていう、多分他のタイプの人そんなことしないですよね。耳を切り、自分で耳を切り落として自画像を描くっていう発想自体が、はい、そうですね、そういうことをしちゃうのがまあ4ですよね、はい、まあ、ゴッホも、まあ、世に出てこれたから、でもそれは過去になってからですもんね。そうそうそう、うん、多分当時は全く出てない、うん、出てない、はい、とずっと妬んでますよね。あ、落ちた、生きてる間は、はい、そうですね、そうですね、で死んだ後にこうどっかの誰かが見つけてこれは素晴らしいって。あ、確かのゴッホも美術、うん、芸術家と同棲とかしてたんですもんね、うん、ゴーギャン、ゴーギャン、そう、ゴッホとゴーギャンが BL すぎるって。あ、そうですね、で多分ゴーギャンにその自分の存在を認めてほしかったから、うんうん、そのそういう心配してほしいとかっていうことなんですかね、耳を切り落とすっていうのも、うん、でそうだから落ちてるんですよね。ただこう作品としては素晴らしいセンスを持ってるので、はい、世の中に出てこれたみたいな、はい、あと後々になってるんですけど、後々になって、はい、っていう部分ですよね。でもしかちゃんとうまくできていれば、うん、そうちゃんと認められたかもしれない、そう、はい、ちゃんと自分の作った作品を、別にそれだけじゃないじゃないですか、もちろんもちろん、はい、そういうのもこう生きてる間にうまいことこう現実を見て一のように振る舞うことができれば、そうです、ね、出せたかもしれないっていう、はい、なんであのこういった本によると、うん、その有名人としてはもちろんその大成功した人が、うん、あの、まあ、水谷豊さんですとか、うんうん、アンジェリーナ・ジョリーさんですとか、うん、マイケル・ジャクソンとか、あ、もう、ね、そうたるうん、うん、あのアーティストがここには存在します、うんうん、
マイケル・ジャクソンとか4っぽいですよね。4っぽいですかね、確かに。空気感って他の人が持ってないじゃないですか、はい、絶対持ってない、はい、そう、あれが4ですよ。ただまあなりたいかって言われるとあんまなれるわけないなれるわけない、はい、で空想で生きてる感じもするじゃないですか、マイケル・ジャクソンは。そうですね、国作っちゃいましたからね、国作ってネバーランド、はい、ああいうタイプですよね、はい、空想に生きてる人、はい、うん、なのでこのただこのじゃあ4の人との付き合い方なんですけども、うん、この9つのタイプによるとですね、うん、4に対しては、できるだけ自然体で、うん、理屈で納得させようとするよりも気持ちを通わせることが大切です、うん、この人理屈の人じゃないですからね。理屈通じない人、はいはい、そんなことよりも自分の感性がこう刺激されるようなものとかを求めてる人なんで、ただ必要であれば遠慮せず素直な話をしても大丈夫ですと、うんうん、ただ取り繕うのはダメです。敏感な人なんで、はい、そうですよね、取り繕って話をするとバーンってこの人はなんか俺を騙そうとしてる、ね、信用できないって反応タイプですからね、はい、なんでそのあなたの感性を否定するわけじゃないっていうことが分かってもらえれば大丈夫ですと、うんうんうん、ただちょっと難しそうですけどね。難しいですよ。だってすっごい個性的な服装とかしてるわけじゃないですか、はい、それにどう反応していいか困っちゃったりとかしますよね。なるほど、うん、こう褒めても本当に心から褒めてないとそれを察知したりしちゃうんで、だったらこう触れずにいた方がいいみたいな、うん、でも受け入れてあげるとすごく喜ぶ、はいはい、ただまあ、うん、付き合いは無理強いしないとか、無理強いしない有利ですもんね。そうそう、はい、なんか飲み会行こうよとか言ってもいやいいよなるタイプがこう4ですよね、はいはい、感情豊かなので、うん、急にわーって言うのも受け止める度量が必要なようです。そう、突然踊り出したりする。あ、大げさじゃなく大げさじゃなくて街中で突然歌い出したりとか、耳切る人ですもんね。そうっていうタイプ、今日は気分がいいからちょっと踊ってきたみたいなことをしちゃう。なるほど。なのでその、うん、激しい感情や怒りを表現しても、うん、大丈夫だよって支える、うんうん、だからそこを受け入れてあげられる人だと多分気持ちよく接することができるみたいな。いや、なんかあの私過去を振り返ると、うん、多分4の女性、うん、2人今、うん、パパッと今、うん、これを書きながらですね、うん、思い浮かんだんですけども、うんうん、やっぱり魅力的なんですよね、うんうん、あのすごいあの、うん、服装とかおしゃれなんですよ、うんうん、で話もしてても楽しいので、うんうん、とても惹かれて、うん、コッパみじんに振られた、あの、うん、入れなかったですねテリトリーに、うん、あーっていうのが思い出してきて、うんうん、あ今ならこのエニアグラムを知った今なら、うん、なんかそのあ4の人との付き合い方っていうのもある程度、うん、その何が面白かったんですか、話してる内容。普通の人とはやっぱり異なった目線とか、うんうんうん、意見をくれたりとか、うん、あのこの4の人って結構何言ってるのかよく分かんない時もありますよね。でもそう、はい、タイプの人が多い、あの、まあ、ヒロトとかでもなんかそれをこっちが面白がる、うんうん、すごいねってなると、うんうんうん、なんかなんていうの、うん、あ、そう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 、向こうも好意を示してくれるというか、うんうん、だからそのそれをその面白い変わった発言みたいなのをこう受け入れて、はい、受け入れられるとこの人はちょっと受け入れてくれてるみたいなことを思う、はい、けど、まあ、そこでこうバンと蹴られるのが、まあ、ここそういう場じゃないからみたいな、うん、でもまあ今度はあの、うん、タイプ6です、うん、あの何て言うんだろう、このコミュニケーションの場とか、うんうん、場を読む6としては、うんうん、いやそれはどうなの、うんうん、ってなったりするんですよやっぱり、うんうん、旅の靴はないんじゃないとか、うんうん、そうだからそういうことするとボンバン、あ、この人だ、私の感覚を理解できない人だって、そうなんです、ね、壁が折れてしまうみたいな、ね、ちょっとそれはないんじゃないみたいな、ちょっとこういう場所はそういう服装合わないよねとか、なんで私があなたたちのルールに合わせなきゃいけないのって、あ、そうです、そうなんですよね、そうそういう場って何みたいなっていう感じになる、来たくて来たんじゃないしって、そうそうっていう
自分特別ですからね、特別な自分がなんであなたたちに合わせなきゃいけないのかっていうのをこう感覚的に思ってる、はい、だからこうもう行かないっていう選択肢をしちゃうみたいな、はいはい、うん、そこは私にはもう合わない場所だから、あの人たちと合わない人たちだからみたいなこう線を引いてしまうっていう、で自分の世界にこう入ってくる、でそこを気にしない人たちだとこういけるみたいなところですよね。なんか会社の飲み会とかでも静かですよ多分、はい、うん、今の会社にも多分なんかあやっぱりおしゃれな人はいます、うんうん、あの有利で、うん、なんだけどすごい、うん、なんていうの、平の傘を持ってたりとか、あ持ち物が常に爪が毎日違うとか、うんうん、そういう、はい、そういうおしゃれですよ多分、はい、4の人のおしゃれ、爪の色が毎回違うんですよ、うんうん、しかも赤とかじゃないんですよ、うん、何色みたいな、あそうそうそう、はい、で多分3の人のおしゃれはみんなが可愛いねっていうようなおしゃれなんですね。なるほどなるほど、爪の色とかもこう今最先端なのか、あるいはその雑誌とかに載ってる、うん、そうそうおしゃれですって言われてるような、もう有名人がみんなしてるような、はい、うん、これこの間のドラマで出てたカバンとか、なるほどそういうのをつけたがる、有名なブランドの時計をしてるとか、はいはいはい、コート着てるとか、はい、うん、そうじゃない、そのコートどこで買ったのみたいななのが4ですね、はい、それを着こなしちゃったりはしてるんですけどね、はい、でその、うん、そういう人たちを理解するには、うん、理屈ではなく心、そうそうそう、心を、まあ、難しいんでしょうけどね、うん、悲劇のヒロインですから、そう、なんか何言ってもネガティブに返ってきたりしますからね、なるほど、健全度が高くないと、健全度が高くないと、それすごいよねみたいな、褒めてるつもりで言ってもこれでも私のことなんか誰も見てくれてないからみたいななるほど、そう、僕の知り合いとかはね、こうビジネスをやってて成功したい、はい、はいはいはいって、こうどうしたらいいですかって来るじゃないですか、はい、そしたらだったらもうお客さん増やさなきゃいけないからこういうことしなきゃいけないよねって言った時に、それをやったら私じゃないみたいななるほど、でも必要ですよお客さん得るためには、そうだから結局こうこっちとしてはじゃあ何がしたいのって話じゃないですかめんどくさくなりましたね急にそうめんどくさくなる、じゃあ何がしたいのみたいな、じゃあお金よりもそうやって自分が今のあるがままを表現できてればいいのか、だったらもうそのままでいいんじゃないの、いやでもダメなんですダメなんですでもなんかお客さんの前に出たりとかはしたくないんです、うん、したくないんですみたいな、この自分のあるがままをそのまま受け入れてもらってお金が欲しいみたいななるほど、そうなかなか難しいですよね、なるほど、うん、もう周りがやってあげるしかないですよねきっと、そこまでいってるとあなたのそれを僕が売ってくるみたいな、ああなるほど、うん、やりたくないなら僕がやるぐらいの感じじゃないとなかなか難しい、なんでそういうのはもう何回もエニアグラムで言ってるんですけども、うん、手放すと、手放しましょう、そう 手放して、うん、ちょっと現実を見るといい、はい、そうですね、4の人は4の人は、はい、ちょっと現実を見て自分の持ってるものって多分素晴らしいものを持ってる、そう、あそうなんですよね、うん、でそれをこうそのままにしておくとこう自分の中だけにこう留めてるので、はいはい、それをこう世に出していけば多分認められやすい、はい、のでこうちょっといろいろ現実を見て、現実に自分のものをこう売り出すにはどうしたらいいのかとか、はい、見てもらうためにはどうしたらいいのかっていうのを考えると、うん、多分こう受け入れられやすくなるっていうところですよね、はい、4の人、まあ、4の人がこれを見てるかっていうと、うんうんうん、見てくれて見ていただけているなら、そうですね、はい、とても、まあ後ろの力不足的なところもありますからね4の人は私は本当周りに少なくて、うん、今書きながら本当に、うん、あの子たちあダメだった、僕はダメでしたっていうのぐらいで、うんうん、表に出て有利な人って有利なので表に出てこない、そうなんですよね、うん、だから本当会社の飲み会とか出ざるを得ないような場面では出てくるけど、はい、それ以外に飲みに行こうよとか誘っても来ないですからね、で例えばじゃあ食事の場とかでも、うん、話しかけない限り、あそうそう、話はないんですよ、うん、だから勝手に何かアピールしてたりしますよ、4の人はあーってなんかどっかずっと見てたりとか
何見てるのみたいな。ああ、なるほど。難しいですよね。難しいです。5とか9はもう離れて何もしなかったりする。ああ、うん、次の5ですね、うん、次のタイプ5、はい、5の人は5の人もまあ自分の中自分に有利タイプですからね、うん、はい、こう飲み会とか行っても自分の頭の中でずっとひたすら考えてたりとか。あ、そう、次からはなのでそう、今まで 2,3,4 がフィーリングタイプだったんですけども、次からは思考センターの、うん、あ、思考タイプの話になります、うん、はい、はい、いや、もうエニアグラムをやると、うん、あの、まあ、人がなんでこういう行動を取っているのかっていうのが、うん、分かる。まあ、そうですよね、なんとなく分かるので、うん、まあ、理解が進んで、うん、ちょっと人との付き合い方もうまくいくのかな。4の人を知らないと本当に多分理解なんだこいつですよね。なんだこいつって、ちょっと何考えてんだよみたいな、説教したろうかなみたいな、はい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 、でこの人に説教したら逆効果ですからね。逆効果ですよね本当にそう、はい、っていうところで知ると、あ、この人はこういうことを思ってこういうふうに行動してるんだっていう、そうそう、はい、ところが分かるのが、まあ、いいところですよね、はいはい、でエニアグラム次はタイプ5の話をさせていただきたいと思ってます、はい、隊長ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。